ゼノブレイド、前回の続きのプレイしていきましょう。さて、メリアを助けに行きましょうか。助けるってほど、なんか苦戦しそうでもないけどな。あの子はあの子で、レベル高いしな。まあでも、できる限り、ね、誰かさんが、かけた時間の分は、急がんとな。よし、もうちょい。あ、やばっ。全員落ちてきた。急がば回れという言葉があります。はい。あるんですね。いや、何がダメってさ、こう、一番最初のとこだもんな。ダンバンさんは何をしてるんだろう。苦手なのかな、この、こういうところが。本当に何してんだろう、あいつ。どういう条件でああなってしまったんだろう。こっちからなんかやってやった感を出すためにわざわざ登ってきたけど、そうか、これ後続だったらここの真ん中のとこをドーンって通れたけど、後続じゃない人はここを通れってことか。何、この建物のメンテナンス業者とかはここを通っていけってこと。めちゃくちゃ言うやん。なんでこの人たち、ちょっと下を通っていくんだろうな。普通そうだよね。ここの、細いとこに足乗せたりして、行くも。グリーンダイオード。グリーンダイオード。いつ使うのか全然わからんけど、ビジョンで見えるのなんかすごい気持ち悪いんだよね。いつってなる。やっと着いた。えらくかかってしまった。よし。こいつも倒しとくか。やっほー。ほい。35ぐらいだったら、サクッと倒せるでしょう。よいしょ。もうちょっとだけど。相手のオーラで食らうダメージが一番大きいな。気を引き締めていくぞ。はい。めっちゃキレられてんだけど。よしよし。ちょっと。なんでこっち向いてんの。ほい。よし。オーラ、よっと。オッケー。主に俺のおかげだな。アンドスの長アンテナ。アンドス？ちょ、後ろが取れん。よし。オッケー。後ろを取らせてくれ。よいしょ。オッケー。大体真っ白でよく見えんかった。試練の塔連絡橋。試練の塔、下に行くとまずいのか。これどういう素材でできてんだろうな。というかここだけやっぱこれメンテナンス用だな。だって普通に考えてこのデザイン統一するでしょ？ちょい。全然当たんないけど。よし。ほい。ほら、やった。よし。気絶。オッケー、いいね。で、横からまた。ほい。よし、オッケー。経験値多かった。またか。
交換材料のルファスの制御装置は3個。秘密クラブの会員証？何そんなやらしいとこに行くのかい？通りゃ！ダンマンさん、君も好き者だね。あら、これ結局、こっちか？なんかあるけど、上かな？上っぽい気はするよね、でも。落ちて、あ、あっちだあっちだ。だからやっぱ上だわ。よしよし。このままどんどん上層を目指していこう。またか。よし、シャドーアイで。他に向いてもらう。よし。あら。よいしょ。連携。いけるかな。スリットエッジ、ソードパイル、疾風陣。もうあとはゴリ押しでいけ。ああ、行ってくれたわ。で、どっちだ。こっから上に登るのか。階段を上がって。ん？あ、これか。よし。試練の間か。あれ？これあれか。メリアが通ってきたとこってことか。よし、待ってろ。サクッと助けてやろう。ホムスの根血でありながら、恋を狙うと。メリアが、ホムスとの根血？上なんかでけえのがいる。おいおいおい。なぜこの場所に？知る必要などない。お前はここで朽ち果てるのだからな。んー、どうしようかな。メリア使いたいな。パーティー、ダンバンさんをどうしようかな。こうするか。よし、もうテレシアから行こう。よいしょ。ほい。よいしょ。さて、どうするかな。よし。で、回復しといて。ほい。全然、オーラを使ってこないの。オーラじゃないわ。なんだっけ。なんちゃら読み？フライング B。フライング B？ ダンバンさんに、これ。よしよし。ほい。よいしょ。あのおばちゃんを後にしよう。よし。ダンバンさんに。ほい。よし。行くぞ。テレシアをなんで操れんだろうな。操ってはないのか。スロー。ちょ、バインドとか使っとく？レジスト。崩し。崩しだな。ほい。よし。ほい。あ、外した。外したっていうか、完全にミスだ。とりあえず1体にはバインドかかってるから、よしよし。立て。で、落ちろ。よし。ほら、よっと。あ、やべ、死んでる死んでる。よしよし。ほい。
ったで。テレシアを先にやらんと。よいしょ。あくそ、またこっち見、よし今で横から、よし、回復があれだな、ないのがきついのか。立て、よいしょ、やばい、死ぬ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 、シュルクが死ぬ、死んだ、あ、倒した、オッケーオッケー、よし、あとはおばちゃんだけだ、おらやった、ふい、おらやった、で、盾を使っといて、ふい、よいしょ。テレシアでも一番強い攻撃っていうか使ってこなかったな。なんだっけ、思考読みか、あれを全然してこなかったな。ちょ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 、よっと、よいしょ、オッケー、またか、ギルティーボム、バインドまであんのが結構ややこしいな。立て、よし、オッケー、これガードされんのが、これもしかしてさ、あのそもそもモナドが効いてないってこと？これ、そういうことか、全然ダメージ入ってないもんな、オーラとか使われてないのに。くそ、こけろ、よし、オッケー、これ本当に味方頼りだな、この戦闘。ミス変える意味ある？それいいよ別にこのままで。よし、回復、全然モナドが効いてないな。よいしょ、オッケー、立て、で横から、本当にダンバンさんとメリアだけでやった感じだな、これ。ほい、オッケー、これで終わると思うな、行け、行って一人でも多く道連れにしろ、いかん、テレシアの崩壊に巻き込まれるぞ。ふう、びっくりしたぜ。アルビース、ありがとう。どういたしまして。シュルク、なぜここに。モナドが教えてくれたんだ、君が危ないって。間に合ってよかった。おいシュルク、さっきのやつ見当たらないぞ。あの者、蓄電したか。シュルク、みんな感謝する、よく来てくれた。リキも嬉しいもん、メリアちゃんの危機に間に合ったもん。これでこそ勇者だもん。おっさん、調子乗りすぎだぜ。
以上が偽らざる墓所詣の顛末にございます。そうか、あれが裏でそのような陰謀ですが、全ては状況証拠、確証はございません。巨神教異端審問官、巨神に準じ、巨神に準ずる者たち。第47代皇主ルミオン公の治世か、その思想の過激さゆえ勅命により解体され、教団としての体裁を失ったと聞きます。かつては裏から広告を意のままに操っていたこともあるという。その血統は遠の昔に耐えたものと思っていたが、あれがな。皇妃殿下におかれましては現在救命の塔におとどまりいただいております。近く救命院にて本件に関する審判が行われる手はずとなっております。うん、余自ら真理の光を当てなくてはならぬだろうな。御意。母上。メリアよ。はい。そなたは無事墓所詣を終わらせ、子孫の承認も得た。ですが、それはシュルクたちの協力が。カリアンから報告は受けておる。何ら皇位継承に陰りを指すようなことはなかったとな。自信をお持ちください、皇太子殿下。兄上。明日立体式式を執り行う。その刻限をもって、そなたは世の後継者となる。胸を張れい。はい。メリアよ、我が子よ。そなたが皇太子としてふさわしい存在に成長したことを嬉しく思うぞ。ハイエンターとホムスの血を受け継ぐそなたこそ巨神界の希望なのだ。危機一発に間に合って本当によかったもん。そうだな。だが気になることがある。気になること？ああ、なぜメリアが皇太子に選ばれたかってことさ。本来なら兄貴のカリアンを選ぶのが筋だろう。現に墓所で相手にしたのは反対派のようだったしな。確かにそうね。カリアンは皇太子には十分な器だ。それを置いてまでメリアを選ぶ理由、当のカリアンですらそれを望んでいる風だしな。そうね。失礼します。シルク殿、皇主陛下がお召しです。お、来た来た。きっと監獄島の直帰を出すって話だぜ。うん。皇主陛下は謁見の間でお待ちです。準備ができましたら参上願います。本当にそんなに綺麗に話いくかな。どうだろうな、なんかありそうだな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回謁見の間に行きましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。